この前、ヤナとかいうよくわからん実況者が耐久偽装ヤーティを使っていたので、こっちは対抗してヤーティ偽装耐久パを使っていきたいと思います。さあ、やっていきますか。相手コライドン入りの、なんだこれ、受けサイクルかわからん。まあ、コライドン入ってるんで、海洋が急根あたりは出していきたいところ。なおかつ、まあ、下2匹に不利を取られないポケモン、あとハバカミか。きついな。まあ、ラティオス一見ことはない。が、これだと、ハバカミの一貫性が生まれてしまうんだけど、まあ、ラティオステラスタルさせればいいか。まあ、なんで、初手球根あたりから入って、ラティオス海洋がこれでいきますか。よろしくお願いします。さあ、今回トレーナー名を役割論者にしていないので、まあ、相手がヤーティーと気づいてくれるかどうかはわかりませんが、まあ、火力高めの構築だということは、相手視点からもわかることでしょう。さあ、とりあえず、相手の方が遅いのか、これは。ヒーローの鼓動って優先度、あれだよね。相手の方が遅いということで、まあ、それならそれでいいや。太陽ガに下げるだけだぜ。変更2枚構築。きつかろう、これは。さあ、戻っていただきまして。今回の太陽ガは HB。そう、物流系です。水タイプといえば、物流系。当たり前だよな。まあ、水タイプってね、草とか電気にしか弱点つかれないんで、まあ、物流受けとしてね、結構成立するんですよね、海洋が来ても。まあ、こいつまあ、防御は低いけど、HP はそれなりに高いというか、まあ、防御も別に低くはないから、普通に物流受けとして強いみたいなところありますね。さて、で、ここなんですけど、ドレパンは、まあ、5つ目がちゃんと入るからよし。まあ、一旦電磁波入れておきますか。グライオン以外だったら問題なくて、この対面でグライオンやガチグマには引けないはずなので、まあ、誰かに電磁波は入る。まあ、ハバカミかな出てくるとしたら。ハバカミ出てこれるか。相手受けれるポケモンいなくね、海洋が。俺が普通の海洋がだったら勝ってたやん、ここ。いや、どうなんだろう。普通の海洋がだったらそもそもドレパン2発で死んでたと思うから、まあ、これは、そうだね。悪くない悪くない。ドレパン2発死ぬは言い過ぎか。で、ハバカミ受けなんですけど、こっちハバカミ受けれるやつ存在しないんで、突っ張るしかないっす。突っ張るしかないです。まあ、赤リングでも、しますかね。いやー、まあ、ヒッテ、ムーンフォー。いや、このアクアリング弱すぎるだろう。滝登りで真昼見できたらなぁ、よかったんだけど。微妙すぎる、このアクアリングはあまりにも。じゃあ絶対レードで。引っ込めて、いいよ。出てくるのがグライオンと。なるほどね。絶対レードは当たっていかず。まあ、グライオンであれば悪くはないかな。いやアクアリング海洋がさすがに微妙かなぁ。ここは9個に変えますか。さすがにもうコライド受けれなさそう。特防が思ったより柔らかかった。あのハバカミ多分、あれだよね。特殊、メガネ、特化だよね。特殊特化で。まあ、ってなると、身代わりね。オッケー。やっちゃったね、君。まあ、ここコライドに出てくるかどうかはわかりませんが、一旦ここ、アンコールから入ります。オッケーイ、はい、お前選びなしにてやつを。コライドンが、あれ、炎テラスしてるよね、今。まあ、オーロラベルちょっと貼るのは厳しいか。まあ、ここ絶対コライドンバックなんで。で、まあ、キュウコンより遅いということは、ラッティよりも遅いよね。まあ、ラッティ出せばいいか。ここでラティーノを起点にして全抜き狙っていきますかね。まあ、ちょっと海洋ガのアクアリングはさすがに微妙すぎるから別の技に変えた方がいいかもしれないな。多分ラス1相手が物理とかだったら使えるんだろうけど、その爪筋に持っていくまでの回復技がないから、眠るとかでもいいな。あ、でもその場合ラムを持たせなきゃいけないからゴツメによる回復リソースがなくなっちゃうのか。難しいところですね。ここはワイドブレイカーします。さあ、引っ込めて。出てきますのはグライオンと。おー。グライオン？いいよ。
あー、グライオンかー。めんどいねー。めんどいよー。グライオンめんどいぜー。まあ、しかし、今回、鋼テラスじゃないから、毒毒食らっちゃうんだよな。鋼テラスにしたかった。なんで鋼テラスにしてないかっていうと、鋼テラピースがなかったからです。テラピースいくらあっても足らん。カンストまでしたのになー。ここで、HP 削っておかないと TOD 負けするんで。ここはラスターファージ。とはいえ、ここ相手、毒毒だよね。あー、特防下げないか。特防下げんか。まあ、そうだよね。さっき、キューコン出して、身代わり見せてんだから、アンコール見せてんだから、さすがに、そりゃそうかって感じだな。いや、ただ、もう、こっちは全抜けするつもりでいるんで、相手ここは守りだと思うんですよ、さすがに。あ、なんで、瞑想で OK。で、こっち自己差あるから、あ、意外と、場持ちするんですよね。うん。相手が、守るターンに自己差挟んだりしていけばいいから、まあ、意外と持つ。というわけでね。さあ、ラスターパージ、打っていくぞ。まあ、このね、ラティオスは、まあ、受けループとはちょっと違うのかもしれないですけど、まあ、全抜きを狙っていく感じのね。はたき！お前何持ってたっけ？アッキーだわ。アッキー返してで、それはずるいって、お前。アッキー返せよ、お前。それはさすがにやっちゃダメだろ。おい、畑を落とされたら、アッキー発動しないのっていうか。引っ込めた、誰に？はばかみか。なるほどね。まだ瞑想積んでるから、こっちは別に、はばかみに対してはそんな、弱くないですけどね。ラスターパージしていきましょう。ほらー、いい火力だ。オッケー、素晴らしいよー。これでまあ、誰か一体持っていけるか。まあ、仮にここにコライドンが出てきたとしたら、それは交代でいいから。オッケー、ハバカミ持ってった。素晴らしい。でまあ、グライドン出てきたらさすがに、キューコンバックでいい。また回復できるようにしたいんでね。まあ、なんで、このラティオスはラティアスでやれ型ラティオスなんだけど、ラティオスにすることによって読まれないっていうね。まあ、あとラティアスは今焼けもんじゃないんで、対応できませんと。さあ、コライドン来ました。いや、ちょっと考えろ。太陽が多分グライオンに上取られてる。で、キューコンはフリーズドライでグライオン倒せるから、止める必要ないな。ここラスターパージでいいです。で、問題はここはニコロチャージされた場合か。特防下げて、トンボは OK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 。ここで、キューコングライオン対応作る、対面作れるのであれば問題なくて、本当に問題ないだろうか。フリーズドライ2発で倒せるか、こいつを。果たして、俺が。まあ、でもまだ海洋が投げれるからな。キューコンだし安定だった説もあるな。よく考えたら。要はキューコンって、まあ、コライドンの攻撃できついのがフレアドライブだけなんだけど、まあ、フレアドライブされたら、それはそれでみたいなところあるから、めっちゃがっつり削れるし、まあ、多分、アラレカのフレアドライブだったら耐えるし、さあ、キューコン出すじゃないですか。まあ、さすがにフリドラだね。ここが引っ込めるのは分かってるんだけど、分かってるんだけど安定行動で、まあ、ちょっとダメージを見るわ。ダメージをね。まあ、フリドラ、と、ゴツメとで、いや、ここ、海洋ガバックの方が良かったかな。いや、硬っ！これはトンボ入れられて、グライオン対面作られると、負けなんですよ、こっちとしては。なんで、まあ、ここ、フリーズドライレンダだ。まあ、こいつ倒せれば、それはそれでいいし。うん。うわあ！なんで、いや、もうさっきの場面だわ。さっき、もうグライオンバック絶対分かってる場面で、結局、タクを先延ばしにしたのが、いけなかった。もうあれ完全に、僕の、プレイングミスです、あれは。で、ここに関しては、まあ相手交代してくると思うんで、いや、突っ張ってくんねえかな。まあ、ドレパン？じゃあ耐える。オッケー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 。ああ、いや、まあ、一縷の望みみたいなところあるね、ここね。レンジ波入れて、アクアリング入れて、グライオの攻撃耐えるようにして、で、冷や水で倒します。まひってー！
しびれて動けるな、しびれて、うわあ、もう完全に格闘されたんですけど、対戦ありがとうございましたっていう感じのね、パーティーを今日は使っていきます。はい、よろしくお願いしまーす。さあやっていきますかね。ちょ、1戦前の負けを未だに引きずってて、ちょっとあれなんですけど、まあ、リンルー欲しいかな。太陽ガム欲しい。ラストは、わかんないから鉄のカイナで、なんか強そうだし、よろしくお願いします。行くぜ！ラオス来た、オッケー、水の方。さあ、対するこちらはディンルということで、まあ、何もよろしくないんでございますが、太陽ガって受けれるんか、ウーラオスを。なあ。受けれます？君。わかった。もうディンルーテラスタルさせるわ。いやでもこいつドクテラスするとルナーラのエスパー技が抜群で一貫してしまう。こいつをテラスタルさせるわけにはいかない。お前受けれるか、ウーラオスを。なあ、無理じゃないか。さすがに無理だと思うんだよな。なんで俺鉄のカイナ連れてきたんだ。こいつ刺さってねえよ、どう考えても。今回に関してはてかルナーラがきつい、全体的に。海洋画だ。ああ、悲しい。なんで俺こいつを海洋画で受けなきゃいけないんだよ。まあでも、まあでもよく考えてください。5つ目3回入るんですよ。こんなに嬉しいことがありますかと。おいよ。パンチグローブやめてな。ちなみに。レンダー。ああ、でも余裕で受かるわ。オッケーオッケー。水テラスしても受かるね。なんだこの対面。よーしよしよしよし。いいぞ。いいぞいいぞいいぞ。で、インファイトもまあ多分受かりそうな感じやね。一旦電磁波入れとく。相手、ディンル以外電磁波通ってるし、まあ、一回入れてもいいだろう。アクアリングマジでいらねえ、この技。いつ撃つんだよ、マジで。水流連打来た！え？水流連打？え？死ぬよ、君。ちなみに。悪邪で殺そうとしてる感じか。なるほどね。なるほど。いや、悪邪耐えるだろ、これ。な。さすがに耐えるよな。水流連打一発と悪邪一発、ほぼ同じ威力だからな。ただ、死ぬと。瀕死になると。いやでも、皆さん、ここで、なんとこの、アクアリングが生きてくるんですね！さあ、アクアジェットで耐えて、そして急所、お前そこの急所はずるやん。だってね。いいけど。よくないわ。このちょっと削り痛いよ。しかしこのアクアリングでー、いやー、ついにアクアリングをまとった海洋画をね、皆さんにお届けすることができましたわ。だって相手のポニョ以外全員上取ってるからね、1個って。こっちね。ルナーラとか、もう関係ないですから、こんなんね。電磁波入れるか、絶対レード入れるかだよね。海洋画、まだ取っといた方がいいか。まあでも受け出し効かないしな。まあアクアリングの回復考えたら電磁波か。普通抜かれてました。ルナーラ、そうか。海洋が早いこいつ。なるほどね。ムーンフォアンのだりけど、まあやっていくしかないね。行くぜ、ディンル。まあ、ここでね、即出しディンルすることによって、まあ相手にね、圧をかけていく。ルナーラってさ、多分、まあ、フェアリーテラスしてくるとは思うんですけど、エスパー技切るよな、ムーンフォ採用だったら。エスパー技切ると思うんだよな。どうだろう。なんとも言えねえわ。お前、メガネか？メガネだとちょっとまずいな。メガネだとだいぶまずいか。メガネだ、それはやっちゃダメでしょ、あんた。まあ、空振り保険型だね。オッケー。なるほどね。空振り保険型と。さあ、目上がって。まあでも、こっちは砂時刻するまでよ。ムーンフォどんなもん入るかな。まあ、そんな食らわないと思うよ。言っとくけど。え、めっちゃ効く。火力高、君。まあ。倒せば問題ないですから。オッケーオッケー。君フェアリーテラスしちゃったから逃れられないね。で、残飯で回復していくよ、こっちは。
で、守って肩っすかな。4ターンは最悪入るはずなんで、まあ、一旦守りましょう。で、肩っす、砂地獄で倒せたらいいなっていう感じで。催眠ね、それね、OK。催眠から来るタイプか。で、あれば、まあ、とりあえず次のムーフォ耐えるから、まだテラスタラ温存しておくか。2回もね、当たりませんよ。言っとくけど。おい。おかしいだろって。おかしいってこの世の中。間違ってるよ、こんなの。まあ、じゃあここでテラス切ります。まあ、あのエスパー技ない。サイミン・ルナーラにエスパー技仕込んでる暇ないです、ちなみに、はい、ありません。カタスでいきます。エスパー技切ります。てか、まあ、切らないと勝てないから。どうせムーンフォースが一貫してるんだから、ここでテラスを温存する意味ない。サイミン・瞑想ムーンフォーシャドウレイでしょ。あのいらないかね、エスパワードとかね。そもそも氷悪いし。さあこれね、半減なんで、ここはがっこり耐えていただきまして、よーし、えらい最速起き。お前のアドはなかったも同然っていうことだな。砂地獄もう一発入れれば耐えそうかな。ここはまあ5ターン続けばの話だけど、あれ5ターンでも5ターン目解放されるんだっけ。解放するからダメージないのか。でも、それはもう考えてもしゃあない。どっちにしろ解放してから、もう一回砂地獄入れなきゃいけないから。相手のラストはまだわかんないんだけど、浮いてるやついないから、一旦砂地獄でいいと思うんだよね。さあ、催眠術は、しっかり、守って、残飯回復。いや、このディンルー強いっすわ。砂地獄ディンルーね、個人的には、結構、好きですね。なんか地割れとかさに頼らないし、まあ火力もめちゃめちゃ高いわけじゃないから。お前なんかやってんだよ、おい、ふざけんじゃねえぞこいつ。無法者だろ、許されないよさすがに。え、何それ。それはびっくりした、俺マジでびっくりした。当てすぎだろ、6割3回は。ここでなんかエスパー技と、ああそれかー。お前も金銀の戦法使ってんじゃねえよこの時代に。今何年、おーっと起きろよお前。まだあるよ、まだあるよ、まだあるってばよ。よし、次はかわします。どうするのが正解だ、これどうするのが正解だ。さすがに4連当てはないんでね、悪いけど。おいー、おかしいよこんなの、狂ってるこの世界は。神は死んだ。起きろ、ここ起きろ、リンル、ここ起きろよ、絶対起きろよ。お前最速起きができる男だ。今までもそうやって生きてきたはずだろな。数千年間眠ってきたんだからさ。このバッ、さあお相手クロバドですね。リンル出していくか、またしても。こいつに俺あんま期待してないんだけど、まあ、うん、しかもクロバドは結構エスパー技持ってること多いからな、ルナーラと違って。うん、まあしかしクロバドに隙は見せたくないね。初手はまあハッサムあたり、ハッサムキラフロルあたりが考えられるか。まあ、ラティオス、カイナ、ディンルでいくか。まあ、カイナは、毒対策ですね。よろしくお願いします。
さあ、相手初手は羽ばたく神ということで、まあここはじゃあ、どうせラティオステラスタルさせる予定だったので、テラスタルさせていきますかね。さあ、古代活性発動して、素早さが上がっていくやつ。それは問題ない。瞑想していきますよ、初手から。さて、初手羽ばたみだから、まあ電磁波とかなのかな。まあとはいえこっち下げらんないんで、まあ別に電磁波されても良いでしょう。圧倒的耐久力あるんだね、こっちには。はい、電磁波。もうこのゲームね、飽きました。面白いっすかこの電磁波巻いて、ね、相手の麻痺バグ待ってみたいな。あー、挑発あんのか。なるほどね。まあ一回積んだしいいでしょ。別に位置積みでも十分活躍できるのがこのラティオスとかいうポケモン。マジカルフレームは知らない。マジカルフレームまたラスターパージゴリ押しで解決しますよ。なんでもやってこいや。あー、たたりめっか。まあでも電磁、あー、瞑想入ってるんでそんなに食らいませんよと。そしてこれは痛いよ。味覚取れてるね、素晴らしい。まあ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 、ちょ、受ける的な立ち回りではなかったけど、受けるっつってもまあ、めちゃくちゃ、受け性能高いわけじゃないからね、こいつらね。受けるってもないしな、なんなら。海流来ましたよと。何してくんだい君は。一旦ワイドブレーカー入れても良いかい。あ、そういうやつ、いいよ。心ゆくまで舞うがいいさ。もう麻痺ってるからちょっと怖いっちゃ怖い。ワイブレ抜群いい火力。次はもう丸透けないね。このまま削られていくのを待つかい。あ、あ、残飯ね。じゃあここかと思って焦ったわ。まあ言うて別にガン積みされなきゃ突破されることはないだろう。鉄道カイナがあれ、地震があったらまずいか。でもまあ龍舞回流ドラゴン技神速、まあ、地震入るか。入るな、鋼抜き。まあでもこのワイルドブレイカー打ち続けている限りは、まひらない限りはこっちがね有利なんで。羽休めあんのか。でも休めたところで火力が下がるだけじゃありませんか。まあこっちに有利な戦いではあるんです。麻痺がね、結局どこで出るかってところだ、ね。まあこの龍舞で今プラマイゼロなんで、まあそれはいい。これはオッケー。しびれないね、さっきの、ディンルのやらかしを取り戻していくぞ。あれ、さらに龍の舞。おやおやおや、もうこれ以上羽休めできないよ君。まあまあまあ、あの2連麻痺引かなきゃいいんで、まあ、1回はまあ仕方ない。これ続けてる限りはいつかそうなる。でもほらまだプラマイゼロなんですよ。だからこれはいいんですよ別に。おっと、強気だね。ここでマヒルと踏んだのかな。うちのラティオスはそんな甘くないぜ。さあやってやる、いいぜ。しかし、んー、これ次マルスケ圏内かな、どうだろう。あー、いけるわ、いける。まあ別にあんま関係ないけどね。このラティオスさ、個体値、A 個体値上げてないんだよな。なんか色違いのラティオスの A 個体値上げんのもったいねえと思って。な、本来だったらもうちょっとダメージ入ってるはずなんだけど、もったいないっていうあれを出してしまったから、A 個体値が低いラティオスで使ってます。さあ、龍の舞。やっぱラティオスはさ、攻撃技採用しないことが多くて、その場合、あの、イカ様抜群のポケモンだから、やっぱね、A 個体値は低くしておきたいんですよ。で、このラティオスってさ、瞑想一回積んでるから、ラスターパージで結構削れると思うんだけど、どうだろう？今 A 下がってる相手。下がってんの？ここらで一旦ラスターパージしていってもいいよ。まあ、D 下げたらそれはそれで、美味しいし。冬でーす。
これは相手が効果抜群の文字見て、おいけるやんと思ってたんかな。たまにあるよね。いや、ないわ。さすがにそれはないわ。そういうミスはしない。まだ、炎ラティオス珍しいから。さあ、バードレックス来たー。こいつかー。戻って、打点がないんじゃない？こっちからバードに対して。行くぜ、ディンル。おーっと、サイコショック、オッケー。まあ、砂時刻から行きましょう。やっと勝てたー！もうマジで、このパーティー弱っ。対戦相手の方、ガチグマ入りかー。こっちの鉄の回の S 振ってないから、暁に抜かれてるんじゃない？相手トリックルーム展開でもなさそうだし、って考えると、まあ、鉄の回のあんまり出したくない感じはある。まあ、ディンルー、カイナまでは確定として、ラスイチをどうするか。まあ、ガチグマか。ガチグマ入れて、フェアリーテラスして、なんか、うんぬんかんぬんしていくわ。よろしくお願いします。さあ、初手はゲンガーというわけでね。まあ、初手ゲンガー何してくるかわかりませんが、こっちは人に慣れてるガチグマなんでね。人に慣れてるガチグマほど怖いものはないよ、この世に。今回、つぶらな瞳を覚えています。これね、姫グマ限定技です。リングマやガチグマに進化させてると覚えないし、思い出すこともできません。皆さん忘れさせないように気をつけてください、ということで。ここなんですけど、一旦ビルドアップから入りますか。ゲンガ何してくるかわかんないけど、こっちに打点ないでしょ。毒美子？いいよ。良いのか？ここに。まあ、悪くはないか。別に悪くはないぜ。さあ、ビルドアップ。いいぞー。まあ、一旦火力上げもいて。まあ、一回詰めばとりあえずいいか。自信打ってっか。さあ、何でも打ってこいよ。ヘドバクでも、シャドウ棒でも。こっちの特性は防弾だぜ！効かないね。行くぜ、自信。ガチで打点なさそうで、草。なんかあるんか？鬼火あったら嫌だな、ぐらいだ。鬼火あったらガチで嫌だな。おーって呪われていく。じゃあもうビルドアップするしかないね。鬼火か。まあいいよ。それしか打点がないと見た。でもビルドを積みまくったら関係ないからそんなんね。さあ、どんどん積んでいくよ。4回積めば、一応 1.5 倍だからビルド1回積んだのと同じ状態になるのか。だから積みまくれば関係ないです、マジで。鬼タタ、毒菱、シャドボでしょ？うん、まあ、それしかないよね。裏は、眠かご飛行テラス持ちの、鉄のカイナがいるんで、まあ、とりあえず良くて、リンルーは多分死亡確定。一応毒テラスだけど、ね、後から毒テラスしても意味ないからね。だからリンルーは死亡確定。初手で出すべきやったな。やるなら。ビルド連打行くぜ。まあ、ヒットマスターな、当然。そして出てくるのが、そう、ニンフィアじゃな？やべえ。ニンフィアの攻撃耐えるか、お前。HD 突破ですけど。ちなみにニンフィアは、こっち引けないんで、ちなみに引けません。やるか、自信。ムーンとニンフィア？なんだ、そいつら。耐えます。そして、お盆の実があるから、もう一発耐えるかな、これ。あー、もう一発は厳しいか。自信どんなもん食らう？これ。あー、いい火力なんだけどなー。まあ、耐えてくれたら嬉しいなってことで。耐えるっしょ。オッケー。一応こいつゲンガーにまだ役割持てるから。マジでゲンガーやこいつで詰ませてるから。あいつ打点ないもんね、一切。だから取っておく価値はあって。海流ね。どうしよう。海流ガチグマか。いや、この海流が何海流かによるんだけど、まあ、とりあえずディンルがあんまいらなさそうだから、一旦ディンル切ってから考えるぜ。まあ、まあ、要はこの海流倒せれば、こっちの勝ちなんだけど、暗黒海流とかだと、ちょっとだるいんだよね。で、まあ、なんで、その場合は、カタストロフィー連打で、やっていく。自信と。で、カイナに変えなくてよかった。
残飯があるんで、そこはよし。まあ、これはカイナを飛行テラスさせれば良さそうかな。ステロ入れてもいいけど、カタストロフィーが優先だね。地震怪獣。地震連打か、お前。地震連打マンですかね。あー、しょう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 し。いくぞー。ステロ入れよっかなー。まあ、ステロ入れてゲンガーをあれしておけば、まあ、こっちの勝ちまであるんで、ステロでいきます。そういうやつか。じゃあ、カタストロフィーで削り続けて、地震ジャネ休めってことは、多分アンコールはなさそうか。地震、あんのかな地震採用で、アンカイル。アイリューって無限に型あるから、まあ、あってもおかしくはない。さあ、まあこれでゲンガ死んだんで、ただ、海竜、一回引っ込めるっていう動きは一応できんことはないのか。まあその行動に何の意味があるかわからんけど。地震ですと。そして、カタストロフィーで削って、まあ当然ここは跳ね休めしてきますよね。よし、カタストロフィーしてみて、オッケーオッケー。相手のね、マルスケを削るっていう重大な仕事が、削る意味ねえか。まあでも、ね、うん。まあ、頑張りました。頑張った。よく頑張った、お前は。素晴らしい。まあ仮によ。仮にアンコールがあったとしよう。その場合、相手からこっちに対する、打点はないんですよ、飛行テラスしたら。だから、まあ、なんかうまくいく。なんかうまくいく。うん、アンコールあったら、そんと考えよう。で、ここは、飛行テラス鉄壁。で、早めに、眠っちゃってもいいかな。そんなに早めに、早く寝る必要もないか。鉄壁積みまくって、って感じでもいいか。そう、なんとも言えねえ。跳ね休めきた。アンコールがあるんだったらここで打ってくるはず。鉄壁、アンコールマジでコールするのであれば、ここ一旦あのガチグマバックなんだよね。まあいいや、神速。そうだね、ないと思ったわ、さすがに。ここでまあガチグマバックしてガチグマ切っちゃうと何らかの負け数字を引く可能性があったので、ここはさすがにガチグマ切らずにっていう感じでね、お届けしておりますけども、まあ2連休所以外はもう負けないんで、ここは眠らずに一旦鉄壁から入って次眠りますと。で、まあ、あとはボディプレ連打で勝ちよう。あのゲンガーもね、ステロで倒せるので。いや、今回全員いい感じに活躍したね。まあ、ミライドも選出されなかったということやね。まあ、今回ミライドに強い3匹連れてきたんで、まあ、ミライド選出されてても、それはそれで、まあ、勝ててたとは思いますが。さあ、眠って元気になるって？鉄壁ボディプレカイナ結構強いと思うんだけど、あんま使ってる人いないよ。鉄壁、ボディプレイウーラオスとかもそうだけど、やっぱ普通に攻撃力高いやつは敵なんか積まずに普通に殴った方が強いだろうな。おら弱っ。え、ちょっと待って。え、俺鉄壁3回積んだよね。こんなもんか。でもボディプレンダーで行くぜ。羽休めってさ、するでもしたら飛行タイプ消えるから威力変わんなくない？丸助は残るけど、なんなら、そっちの方が食らうよね。そうだよね。パチやん。跳ね休め。しかもここは丸助も復活しないから、当然、さっきのさらに2倍のダメージ倒せるぜ。そして、まあ、最後、降参ボタン押すことすらできないね。こうなってしまっては。ゲンガーが出てきまして、あー、ボディプレイ、打点ないよ、ゲンガーに。どうしよう。はい、死にまーす。対戦ありがとうございました。理想的な運用方法だったわ、今回は。まあ、気持ちよく勝ったんで、まあ、この辺で終わりにしますか。結論！普通にヤーティー使った方が強いと思います。